このリージェント5の、プリアンプ、その中のオペアンプを取り替えて2週間ぐらい経ったのですが、本日は、中のそのプリアンプ、コンデンサーを取り替えようと思います。前回に引き続きミカさんに、はい、お越しいただいてよろしくお願いします。ありがとうございます。今日も勉強になります。いや、もっと1ヶ月ぐらいかかるかなと思ったら意外とすぐ会えましたね。よかったよかった、本当よかった。覚えてます？前回の。覚えております。よかった。2週間ほど現場で使ってみた感想を、まあ素直に言うとですね、原因不明のなんかノイズが出るようになりましたね。ちょっと出してみますか。今音出るんですけど、この全部のポットがこの左に回し切った段階からちょっと回すとドフって言うんですよ。ほら、ここまで、でボリュームもですね、これ前はなかったんですよ。これがなんでかなっていうのがあって、直し方が分かんないから今のところ放置してるんですけど、あとそれと前よりもですね、弱く弾いても弱くならなくなりましたね。自分の中ではその取り替える前っていうのが、弱く弾いたらこれぐらいの音量っていうのがあったんですけど、それよりも強く出るようになりました。で逆に強く弾いても強くなりきらないって言ったらいいんですかね。ちょっとこの辺がなんでかわからないんですよ。音質はいいんですけど、だもしかしたらその電池が今 9V で動かしてるんですけど、 18V で動かしたらもうちょっとこの抑揚がつくのかとか、その辺も今後の課題かなと思ってますね。まあ、音質はやっぱり良くなってます。弾くとわかりますね。一番音が良くなったって感じたのが、チューナーあるじゃないですか、こう生音を拾うようなちっちゃいやつ。あれ今までって実はロービーの音を拾ってくれなかったんですよ。アンプから音を出して、これのこうちっちゃいチューナーのロービーの音が反応しなかったんですけど、ロービーの音が反応するようになりました。だからロービーの音にやっぱ芯があるんでしょうね。おかげでそのチューニングができるようになったっていうのと、やっぱ明らかにその芯が出たっていうのはまあいいことですよね。まあ、さっき最初に言った問題点のまあ改善はちょっと今後いろいろ考えていこうかなと思うんですが、まあ、今日はでもちょっとその続きですね。前回オペアンプとコンデンサーと抵抗の3種類あるんですか、はい、で今回はコンデンサーを変えようと思います。こちらに、カメラいいですか、はい、今回はこのコンデンサーを取り替えようと思ってます。でこのコンデンサーというのも、前回はほらオペアンプ4200円の最高グレードって言ったじゃないですか、はい、今回はその最高グレードまではいかないんです、はい、もっと高いのが存在するんです、はい、でも例えばですね、このコンデンサーあるじゃないですか、これで200円300円、あ、そうなんですか。この辺も同じぐらいですね、はい、300円とか400円とか、はい、こいつだけ安いんですよ。これ1個20円です。ほ、1個20円なんですけど、有名なんです、これオーディオ用っていう感じで、ニチコンっていうやつなんですけど、はい、オーディオ用で有名なやつなんです。だからこれは20円でもいいかなと思って。なるほど。前回これのその部品取り替えたって言ってくれた方のツイッターって言ったお話あったじゃないですか、はい、あの方はこれ使ってます。あ、なるほど。でその後自分でも調べたら、ハンプバックエンジニアリングの 2x2 あれもこれ使ってました。この辺は、ちょっとなんとも使ってる情報がないというか、ちょっと結構マニアックすぎちゃって、で私それでつい先日メインチャンネルの方にアップしたんですけど、秋葉原にお買い物に行くっていう動画、 あれで怪人無線さんというところでこの4つを買いました。でその怪人無線さんのホームページとかいろいろ読ませていただいて、こんな感じでその怪人無線さんのホームページにあって、で本当は例えばそうこれ1種類だけとかに統一したかったんですけど、容量って言ったらいいんですかね、 0.00 いくつみたいなやつが統一できなかったんですよ。でそれを統一するためにこういうふうにこういろんなメーカーのやつになっちゃったわけなんですよね。やっぱその怪人無線さんのホームページ見ると、こうやってもうオーディオ用で音がどうとかって一つ一つこう丁寧に説明がありますので、怪人無線さんのホームページぜひご覧ください。本当にいろいろ情報があります。これも怪人無線さんに実はあったんですよ。あったんですけど、最初に秋月さんで見つけたっていうのがあったから、これは秋月さんで買いました。なるほど、はい、みんなもう近いです、あの辺歩いてすぐの距離です。そうですね、こんな距離ですから、分かります。全然すぐです。
じゃあとりあえずですね、コンデンサー取り替えていこうかなと思うんですが、最初に大事なこと言っとかないといけないんですけど、ちょっとこれ開けますね。これこのコンデンサーとこのコンデンサーは種類が違うコンデンサーなんです。これはフィルムコンデンサーっていう種類ですね。でこっちは電解コンデンサーってやつです。でこの電解コンデンサーってやつはコンデンサーのこのなんか容量が違うんですよ。あ、そうなの。ちょっと大きいんです。これは10UF、 10マイクロファラドかな。でもこっちは 0.01 マイクロファラドとか、全然小さい容量を扱ってるんですよ。でこの量大きいやつっていうのは足の長さが違うの分かります？これ。ああ、そうですね。うん、違いますね。これはこの短い足と長い足でプラスマイナスが分かれてるんですよ。このプラスマイナス間違うと故障の原因になるので、こっちはないんです。ちっちゃいヨーヨーを扱ってるこっちの方はプラスマイナスが、まあ、あるんでしょうけどあんまり気にならないというかなんですよね。でもこっちはあるんです。本体の見分け方はこの足の短い方がマイナスとか、あとこれここから見ると分かるんですけど、色がついてるの分かります？黒い方、この黒い方がついてるのがマイナス。だから本体の方の見分け方はそれですね。例えばこれ、こういうふうに今これついてる改造前のプリアンプのコンデンサーなんですけど、この黒いのがついてる方がマイナス、でついてない方がプラス。こういうふうに見分けられるので、これは間違わないように今回取り付けないといけないわけですね。はい、なるほど、わかりました。まあそんな感じで果たしてうまくできるかどうかちょっと不安ですけど頑張ろうかなと思いますね。そう、ちなみにこれ前回も言わせていただいたんですけど、ツイッターで交換したって言ってた方、ヤスさんっていうんですけど、ヤスさんと実は同じもんじゃないんですよ。この2つは一緒なんです。ヤスさんがやった表に書いてあるやつなんですけど、こっちはもうちょっと違うやつなんです。はい、まあちょっとどうなるか楽しみですね。楽しみですね。ありがとうございます。楽しんでいただけたら、まあ、ちょっと頑張って改造していこうかなと思います。ではそれではですね、ちょっとまあとりあえずこいつらに変える前にこれちょっと演奏して録音していこうかなと思います。そうですね。はい、じゃあちょっと準備します。はい、じゃあ皆さんお願いします。録音ボタンを押してください。はい、ではレックします。よし、ではいきます。ピックアップは真ん中、トーンポットは全開ですね。いきます。まあこんな感じですね。
じゃあこれからじゃあちょっと今から交換してそれも録音して比較していこうかなと思います。ちなみに録音は前回と同じく 192kHz の 32bit ですね。まあ動画でこう編集する際に多分その周波数帯が守れない40いくつとかになっちゃうとは思うんですけど、まあ、録音はなるべく高音質で撮れてるようにしてますので、じゃあそんな感じでじゃあ今から交換していこうと思います。では早速今回も行きますか。ちょっとまず電池外すところから。ちなみにバッテリーすんごいスピードで減ってます。これあの後で写真アップしますけど、40分のステージ1回やると20分の1ぐらい電池食いますね。これ満タンにすると 9.5V なんですよ。それが1回ステージやったら 9.3V になりました。で 7.7 ぐらいからもう交換しましょうなんですよね。あ、そうなんですか。だからもうステージ1ヶ月持たないですね、うん、ちょっとなかなかの電池の食い方ですねこれは。ちょっとその辺の改善も今後考えます。今のところだから電池2個しか使ってないから電池4個使うとかで、充電電池買ってエネループ的な。でもエネループって 9.5V じゃないんですよね。8.4V なんですよ。うん、あので充電電池ってそういう仕様だから、ちょっとその辺がどうなるかいろいろ実験的に使ってみようかなとは思ってるんですけどね。まあ、それでもなんかいろいろ改善されなかったら、まあオペアンプ元に戻すとか違うエフェクターにオペアンプ使うとかそういうふうなことも考えつつ、いろいろ今後もやっていこうかなと思います。というわけで、じゃあまずですね、ここか、この大事な。これに相当するやつですね。この2つは全く同じです。あの同じ数値なんでどっち取り付けてもいいんですけど、ここのこれですね。よし、取れた。あ、結構すぐ取れましたね。はい。で、プラスとマイナスを間違えないようにすると。で、かつあんまり長くしないようにだから。こっちがプラス。あ、ちょっと基板にも書いてありますね。この黒く塗ってある方がマイナスです、ね。あ、なるほど。だからこうだ。こう取り、わしを短く切って。あ、基板ってこんなちっちゃかったんですね。記憶よりちっちゃいですね。まあ同じぐらいの足の長さにしようか。これと。やっぱ分かります？これ前と全然大きさが違うの。全然違いますね。でもこれ20円。多分これは100個で。200円とかそんな可能性がありますよ。よし、 OK、 交換完了。ここは分かりやすいところだったからいいんですよ。はい。で、あとはちょっと他の場所ですね。今取り替えたのがこの C の1、 C の2です。じゃあ次 C の3いきますか。 C の3、 C の3がこれですね。これですね、393円。0.01 マイクロファラド。だからこれ分かります？102J と 103J 見えました？はい、103と102がありますよね。はい。これはこの桁数を言ってますね。これ桁なんですね。そう、だからこれは10の3乗のがでかいんですよ。数字の桁なんですね。そうなんです。だから C の3は0.01 だから103の方ですね。大きい方を使う。これは向き関係ないから、うん、やっぱそうですね。これも一緒ですね。見えます？103って書いてありますもんね。書いてありますね。だから同じ103、こっち、これだ。で、基板の方にも103ってありますもん、これ。よし、 OK、 C の3 OK。 次 C の4、ここだ、これだ。これはよしですね。これも文字映ります？ 102J ですもんね。映ってますね。よし、 OK、 同じ 102J ですね。これも、あ、なるほど、はい、102は一緒なんですね。そうです、そうです。こういう書き方にはちゃんとルールがあるんですよ、これ。
よし、じゃあ次、C の5、これですね、これが C の5ですね。こうやって立てて取り付けようかなと思いますね。うん、OK、あともう一箇所だ、最後だ、最後が C の6。全部コンデンサー交換できましたね。これが前つけてたやつですね、まあ、これがここからこう変わりました。さあ果たして音が良くなるか、なったのかな、なってるといいんですけど、ちょっと一回出るかどうかちょっと軽くチェックしてみます。はい、はい、電池取り付けてみました。とりあえず音出ました、はい、じゃあちょっとまたレコーディングしていきましょう。はい、はい、それではこのコンデンサー取り替えたベースなんですが録音していこうと思います。じゃあ美香さん お願いします。はい、ではちょっと弾こうと思いますがですね、ちょっと私今軽く弾いてて思ったことがあって、ちょっと失敗してしまったなっていうのが本音です。まあ、とりあえずちょっと弾こうと思います。ですね、良くなった気がします。太くなったというか気がするんですが、実はそれ以上に変わったことがあったんですよ。私もなんでやらなかったんだろうとちょっと後悔してるんですけど、ここにこの2つつまみあるじゃないですか、このベースとトレブル、ここの聞き方が変わりました。さっき全開でしか撮ってなかったんですよ。だけどこれをカットした段階で弾くと、今までのイメージじゃない差が、こう音の変わり方しますね。今ちょっとトーンだけカットしてます。ちょっと戻します、前回です。ちょっと音太くなった気がする、前回で。ただこのカットした時の何て言うんですか、トーンの絞り具合が変わりました。さっきこれやってなかったですよね、ちょっと残念。なんか前の方がもっとモコモコにカットしてるって言ったらいいんですかね、音量が下がるぐらいカットされてた気がする。でちょっとベースなんですけど、ベースもちょっと全カットしますね。このベースは普通かカットするしかできないんですよね。だからちょっとこれもベースをカットします。ちょっと、ベースを元に戻します。これは私の感覚の感想でしかないんですけど、前よりもベースががっつり落ちるようになりましたね。前ってここカットしてもあんまり落ちるんですけど、今の方がさらにもっとこうベースの部分が落ちてるような気がします。もうオペアンプ交換した時からなんでもうしょうがないんですけど、カットの仕方が変わりましたね。音質はどうなんでしょうか。
んか今こうやって弾いてるとハイの音がよりなんか出るようにはなった気はしてます、気ですけど。まあこんな感じですかね。じゃあちょっと録音したやつを交互に聞き比べてみようと思います。はい、それではですね、ちょっと録音を比較していこうかなと思います。じゃあどっちから聞きますか。じゃあ元の方からお願いします。はい、じゃあコンデンサー交換前からいきます。いいですか、交換後に。はい、どう思います？やっぱりなんかブースト感っていうか砂しい感じが砂ずだしい、ザラ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 、さっきそんなにザラザラしてなかった。いきますよ。なのかな。でもやっぱりさっきの方がちょっと音が散るというか、交換した後の方が散る、はい、あー、わかる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 、言ってることだから。ちょっと音域なんですかね、なんか弦がブルブルみたいな、ザーみたいな、ザラザラ当たってると聞こえますよね。ザラザラ、確かにそうだ。今こう、もう一回交換を、音域にもよるんですか。シャリ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 変わりましたね。シャリシャリしてる気がするんですけど。いや俺もしてますよ。今交換後、ちょっと交換前、はい、ちょっとこっちのヘッドホンです、はい、シャリシャリした部分が聞こえるようになりましたよ、俺はやっぱり。そうですよね、まあ、一応付け加えておくと、もしかしたらこの部屋の湿度でネックがちょっと動いた可能性も否めなくはないんですけど、いやでもやっぱりなんだろうな、違う気がする。
シャリシャリ、シャリシャリの部分がもっとクリアに聞こえるようになった気がする。ブリリアントみたいのを足してる感じな、はいはい、キーボードで言うと、はい、同じその上のミソラシレミぐらいのちょっとなり方がちょっと違うような気がするんですけどね。変わりましたよやっぱり、同じ音域で比べると、うんうんうん、なんかさらにオーディオ的っていうかクリアになったように俺は聞こえるんですけどね。うん、そうさらに、うん、ちょっとだから1割2割ちょっと派手めになっているというのか。だこれがやっぱオペアンプほどの感動はないですねやっぱりね。うん、そうですね、あの時はガラッガラッと変わりましたから、はい、ただまあやっぱりあのさっきも言ったんですけど、あのトーンの変わり具合、あそこを記録しとくべきでしたね。それがないから多分そこの比較、もうここはもう俺の記憶の感想でしかないんですけど、そこはちょっと変わりましたやっぱり。うもうちょっとこう落ち方が違ってた記憶がありますね。まあどっちがいいかはまあなんともね、だってメーカーさんだって選んであれをコンデンサーを使ってたわけだから、私はもうなんか同じ数字、同じその容量で値段がいいだけで選んじゃったところもあるから、ちょっとさそういうところの差はあるかもしれないですよね。うん、例えばほらあのメーカーを統一しなかったじゃないですかコンデンサー、はい、だからなんか何かの影響でハイの部分のコンデンサーとローの部分のコンデンサーでメーカーが違っていて全く違う落ち方になって しまってる可能性もありますから、はい、ちょっとそこはもう私のそのなんだろう、あのどうなるかわからないその予測でやってる部分のせいなんですけど、まあまあどうなんだろう、まあ、前回の時の音ですよね。実際そんなに今私も前回で使うことが多いので、この今日と、はい、1個前の前回の交換と、はい、さらに1個前とか、あできますよできますよ、ちょっと比べたいですけど、のか完全オリジナルの段階から、はい、やっぱり完全交換前の方が音が平面的な気がする。うん、なんかあのなんだろうな、薄いっていうか、うん、うん、薄い、ローが特にローが薄いのがわかる。あ、そうですね、うん、そうですね、ローが薄いですね。でちょっとあのコンデンサーもオペアンプも変えた時の音、オペアンプだけの時、うん、やっぱりなんかこうオーディオチックっていうかデジタルチックっていうかそういう感じはしますよね。個人的にはその2週間現場で使って、うん、やたらローに音が偏ってるなっていうイメージがあったんですよ、うん、オペアンプだけの時は。それが今回やっぱ抵抗じゃない、今回コンデンサーも変えるとやっぱりちょっとあの全体的に音がこう全部の周波数帯が広がったように俺は思いましたね、うんうん、だからそのオペアンプのあの良さって言ったらいいんですかね、あの本当のオペアンプのあの良さをさらにこう、あ、そうですね、うんうん、なんだろう、コンデンサー変えたおかげで、うん、さらにこう発揮できるようになったんじゃないかなっていう、うん、わかります、ローを上げてさらに広げてみたいな、うん、そう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 、うん、もしかしたらこれはもしかしたらそのベーシストによって好みが変わるかもしれませんね、うん、これぐらいローに固まり、うん、偏り固まりがあった方がベースらしくていいっていう可能性も、うん、ありますね。そう、ちょっとまあ音楽のジャンルとか好みとか、うん、いろいろそういうことで音色が
変わると思うんですよ、うんうん、まあ、バラード弾くときはどうだとか、まあ、ちょっと、まあ、一応やっぱ音は変わるのは当たり前ですけど、まあ、やっぱり何度も言いますけど、あのなんだろう、トーンを落としたときのやつも取っとくべきでした ね、 そうですね、そこの比較ができないのがちょっと残念かなって感じです、うんうん、まあ、でも個人的にはやっぱりあのハイファイな音が私は好きだから、あのコンデンサー取り替えてさらにこうなんだろう、ざらつくようなあのバズ、フレットのバズの部分も綺麗に音が出るようになったのは良かったかなと思いますね、うん、そういうわけでコンデンサー取り替えてみました。まあ良かったのか悪かったのかは、まあ、ちょっとまた現場持ってって判断ですかね。個人的には今の現在では良かったっていう感想なんですけど、美香さんどうでした、今回も。そうですね、うん、あの概ね高尾さんと同じですかね。あ、よかったよ。はい、そうですね、まあ、あのまたすいません、あの抵抗やる時も予定が合えば、はい、ぜひぜひ勉強に伺います、はい、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。じゃあとりあえずまた次回の動画もお楽しみいただけたら嬉しいですね、うん、抵抗どうなんでしょうね。コンデンサーは今回の一件でそのトーンの方によく聞くってことが分かりました。抵抗が果たして音のどの部分に聞くのかがちょっといまいち分かってないところもあるから、まあ、ちゃんと次回はちゃんと両方トーンも絞った状態っていうのもちゃんとあのレコーディングしようかなと思います。今回ちょっとあの中途半端なレコーディングでちょっと申し訳ないところもあるんですが、まあ、何かしら参考になったんなら幸いかなと思います。というわけで役に立つベースのことチャンネル、チャンネル登録、高評価、コメントいろいろとお待ちしておりますので、何卒よろしくお願いいたします。